僕は僕ほんまにこの僕名犬知事やったらね勲章あげるよ名犬知事に勲章あげる権利ないけどねけど僕ね違う最初にそのあの講演してくれ大阪でっていう風にして僕にそういうきっかけをくれた人が、うん、そのね、僕その時あこれは頼まれ事やで断ったらあかんわと思ったし、うん、いやなんやこんなことになるとはと思いながら大阪で話したのが始まりやったんですけど何年前それえ20年前21年前そうですかどっかんどっかん受けるんですよねもう面白い言うて、うん、でね僕ねもう喋りながら最初めっちゃ緊張してたくせに、うん、もう楽しくて楽しくてで終わった後にその僕に公演のそのチャンスをくれた人がね、うん、舞台袖にいてあって俺こんなんでよかったですかねとか言ったらお前最高やって言われた後にお前講演家になるお前多分日本一の講演家になるわって言われた後に言われた一言がね今ね日本はな心がどん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 壊れかけてきてるって、うん、でもね壊れてしまわないように、うん、みんなでこれを食い止めなあかんって、うんうん、お前多分日本一の講演家になるわって、うん俺ね、もう確信してるっていうことを一番最初に言われた、うん、間違いなく日本一の講演会しこんだけ日本の若い子たち変えてる男いないでしょすごいよほんまこれ、なんかお世辞は2割ぐらいあるけどだけど僕ね、この彼がやってきた中にこう立ち上がってきてる若い子がいるやない、うん、あのティアラっていうね歌ってた彼女の歌なんかもうほんまにもう染みるしね昨日染みましたよいやもうちょっと動けへんなるよねそれと亮太郎君言うてねあ広島山口の紬の中学生ね中学生13歳の子が、うん、あの大和のこの講義聞いてくれてねで日本ってすごい僕も日本のことを知りたいから日本外から見たい言って僕とイスラエル行きたいって言うんですよ僕とイスラエル行きたいってもその子7人兄弟でお父さんお母さんそんな経済的にね中学校1年生の子出させる余裕ないかなと思った時に彼は行くって決めました僕その講演の時に決めた未来だけが実現するよって言ったんよ、うん、未来は無数にあるからねどんな未来も描けるあらゆる未来描けるけども決めた未来だけが実現するから決めた未来からこぼれてくるもん喜んで受け取りなって言ったの今の自分をどうしようかと思ってここから進んでいったら昨日と同じ明日来るだけやるこっち決めたら全く違う明日が来るからそれ喜んでいってるうちに人生って想像もつかへん夢にも見えへん世界に行けるんやでってみちゃんもいつも言うし僕もそうやからそれをやろうって言ったら僕決めました言ってメールが来たんですよ僕決めました赤塚先生と一緒にイスラエル行って日本で誰もやったことのない中学生講演会になります言うて、うん、そして自分の体験と中学生でしか話せないことを中学生として話して回りたいですって感動してちょっと見たらつきましては具体的にお金の応援くださいって書いてある振込先悠長なんとそれまた僕にも同じこと言ってきたんで、うん、そんなら何言うだろうって、うんうん人はいろんな風に思うかもしれんけど、うんうん、人がどう思うか気にしてたらな人生なかなか先進んでいかれへんからな、うん、なお前みんなに頼めばええやんけって、うん、ん俺どうしてもイスラエル行きたいって、うん、でこの五円紬の皆さんに、うん、よっしゃ亮太郎行ってこいやってねお前に俺ちょっと一口お金出したらって、うん、で中にはねそんなん中学生が大人から金集めてイスラエル行くなんてって必ず言うてくる人で、うんうんね、でもな、うん、そうやって言うてくる人がだから一つのことを決めると同時に壁もいくつもできるって、うんうん、でもその壁をね、うん、なもん乗り越えたんねんっていう気持ちでやらんかったらね、うん、お前の目標金額集まらんでもね会いに行ってだからあいつあの兵庫の紬のこう別の場所岡山とかね、うんうん、いろんなところへもあの来い来いって言って、うん、で来て喋りまくり喋りまくりさしたんです、うん、こうして最後に伊勢でね伊勢うちのね聖書僕も聖書全国大会で100人ぐらい来てるところでね、うん、そこで最後満額達成したんですよねいやでも大人たちもその話聞いてやっぱり13歳で夢語る子はいんねんけどそれを現実にしようという行動と録音は少なくて、うん、夢みたいなこと言ってる子いっぱいあるよ地球環境をこうしたい僕は世界を変えたいって言ってる子いるけど
彼は具体的にこうしたいけど僕はこうするんで、で皆さんこれをこう具体的に援助してください。でちゃんとねこうやって僕のとこ来た時にチラシ持っていくんですよ。イスラエル行きたい良太郎で、イスラエル行くとなんで行きたいのか、日本とは何か、日本人とは何か、天皇とは何か、日本の歴史は何か、これを生きる理由は何か、それを言って知りたいです。でそれを僕はみんなに見てきて伝えますから言って、こうじゃあ振り込み先もありますからこれをねみんなに配った時にみんなもう財布はたいてね、行っておいで言って、で僕それで料金は下げへんから、料金下げるのに違ってこのクリアするそのハードルで飛び越えておいでって。そしたらもう本人ねちゃんとこうやってこうやってみんなにハガキ書いてね、僕13歳でこんな手紙よく書かなかったかもしれへんね、先日は大変お世話になりました、僕も早くもついに思いを叶えることができました、聖書塾では、まあ、みんな協力のおかげでついに学びに行ける、本当にありがとう、本当についについに、まあ、このついについにのね2回繰り返しも含めて大人たちがねこの子の姿に勇気もらってる。彼も勇気がいったけども、この姿にあ俺たちだって本当にしてたんだったと思う。お母さんお父さんからもね手紙が来てね、これはもう匿名ですから、山根春子さんですか ちゃんとねお母さんたちだって本当にこう皆さんにこれ親が何とかしてたら絶対こんな世界できないからね。僕はそれこの7人を今産み育ててくださっているこのお父さんお母さんに対する感謝もあるわけ、うん、少子化言うてねみんな子供を育てがたらないとかもう産みたがらない中でさ、しかもこの子はちょっとまあちょっとまあいいですよ共有しましょうよ、一番難しい子でした。兄弟の中でもね7人兄弟ですからね、いわゆる親を困らせて手こずらせて成長した子です。で育て方間違えたのかと日々涙し悩みながら、変わるのはこの子でなくて親である自分だと自分に言い聞かせ、親の姿とは何かと模索させてくれた子でもあるんです。その矢の折一枚の CD から中村文明さんを知り、ごめん紬大学を知り、そこで赤塚先生各講師の先生方から人としての生き方に衝撃と感銘を受け、またこうとにかく伸び伸びと生きたらいいと、世の中こうでなくてはならないという殻を破って生き生きと人生を楽しみながら生きていく姿、それに触れた時に私たち夫婦はもちろんのこと子供たちが今回の人生終わる時笑顔でいい人生だったなと満足いく生き方をしてほしい、それだけ思うようになったって。それまできっとねいろんなこう縛りあってねこんな子になってほしいってあったんやけど、それだけはもうそうじゃない。五円紬大学は素晴らしいです。たった6回ポジティブにすこぶる人生を向上させて生きようとする集団に入るだけで子供たちがここまで変わるとは夢にも思いませんでした。そしてチャレンジしたいものをここまでバックアップしてくださるなんて私たち夫婦だけではとてもここまでできなかったことでしょう。改めて感謝しておりますということを、まあ、これを言わしめるこの男が巻いてきた種だよね。21年前にたった1回あんた話したらいいよって言って出ていったのが今こんな風になってきてるやない。決してね大きな教育改革とか教育基本法改正とかそんなことはもうどうでもいいよ。そんなこと言ってるやつは何もせえへん。そんなことよりもこうやってさ一人が変わってそっから日本が変わって世界が変わるっていうのがさ、今日は泣き系ですか。なんで泣いてんの。いやでもこのお母さん僕にも同じような手紙くれ送ってくれましたわ、うん、けどね、うん、陽太郎に思いっきりイスラエルで感じてこいよって帰ってきてからな、うん、お金を出してくれた人たちに、うん、出してくれた金が、ああお前にあの金授けてよかったっていうふうにね、うんうん、言わすぐらい自分のその経験してきたことを喋れよって言うたら、当然です、それをやるすごいな。
先週も僕ね、ある中学校でね、うん、講演したんですよ。でしたら終わった後に質問のある人って言った時にね、一人目はなかなか普通のなんかあのところで、その飛び出したお兄さんはどうされてるんですかみたいな質問で、ああそれはな、こんなことあってなって言って説明して、だから2人目に手を挙げた女の子がね、もう先生もびっくり仰天だったんですけど、女の子がすっと手を挙げて、あ、女の子手を挙げてる、どうぞどうぞって言ったら、その女の子、私はなんか全校生徒の前でこんなことをね言う必要もないかもしれんけど、でもね、今私自分が感じるままに話しますって言って、私の家はとても経済的に大変なんですって、でそれでその私は高校にも行くのをやめとこう、無理かもなって、そんな思いもあって、だけど今まではどうせうちはね、いろんな問題がある、お金がない、いろいろそういうことをね、心の中でいつも逃げ道に使ってた、けど中村先生、私今日誓うって、今日からあんな家で大きくなったおかげで強くなれましたっていうふうに説明のできる人間になりますって、なんで私は自分の生まれた家が問題があるだの貧しいだのっていうことをこれからは言い訳に一切使いませんって、みんなの前で言い切ったんですって。先生方ボロボロ泣いてね、後から聞いたら、あんなところで手を挙げて物を喋るタイプの子では全くないって、ほんとでもオチがあってね、何やろそれ聞いたんだよ。その後3人目がね、今度中学1年生が手を挙げるんですよ、おすごい、お前どうやどうやったら、その子パッと立ち上がった瞬間に、え、どんな質問やって聞いたら、この間名古屋駅と僕と会いませんでしたああ言って、俺がお前と名古屋駅で会った、いや覚えがないなえ、覚えてません、会ったでしょとか言って、会ってないで、会ってないと思う、良き話が全てこいつにも大笑いに変えられてしまう、持っていくやつおるよね、持っていくやつは最後持ってきますね